かなくらいかな、カスタム料理みたいな。かなえくんくらいなの？カスタムレシピなんかすごい一回作ったら便利だよって見たから、あ、じゃあやろうって思ったんだけど、みんなあんまりその辺触ってないのかな。かなえくんのそれで思い出したんだけど、私なんかガスバグレースの時にさ、拾ったんだよね。かなえくんのなんかよくわかんないんだけど、持ってるんだよね。これなんだけど、これコーラ。ロッドリアの大人気ドリンク、かなえ印の最強の飲み物、水分が全開するって書いてるやつ。これなんかその時に拾って、え？ワークの世界って、こんなの作れるのってなったんだよね。あ、そう、あと、さっきね、試しにね、カスタムレシピね、一回作ったんだよ、もう。これ。でもやっぱり、なんだ、原始的になるから、ちょっともうちょいいいものができたらいいなって思って。もうちょい数値高いやつが欲しいなって思っているよ。だから、後で、これも作って、肉を贅沢に20使ったレシピを作りましょう。正式な情報が出たら、わーって言ってほしいんだけど、確か4日に、ゲマジョが集まる予定です。これももしかしたら変わるかもしんないから、確定だって思って喜んだら、シュンってしちゃうかもしんないから、変わった時に、あるかもなーぐらいに思ってくれていたら嬉しいです。あと5月2日は、3周年記念です。デビューから3周年記念なので、皆さんよろしくお願いします。カスタムレシピ作りま。で、体力、あ、すごい回復するじゃん。あと作りたいのが、あとハンバーガーも作りたいんだよね。ハンバーガーを作って、みんなに振る舞ったりをしたい。今から作るのは、あ、腐った肉入れるのいいな。腐った肉あまりにも良すぎるな。天才がいるな。これでいけるか？うわぁ、いけるんだ！デッド。シカバ、ね、バーガー。舌が痺れるような美味しさに、ね、まだ昇天してしまうでしょ。どうだ？え、体力めっちゃ減るじゃん！ね！体力減るんだけど、ね、使えないじゃん。食料値上がるのに体力減るとか意味のわからない。違うもう腐った肉入れたぜ。誰が腐った肉入れてって言ったの？誰？腐った肉あまりにも良すぎるな。天才がいるな。デビちゃんにあげればよくない？あ、デビちゃんだったら多分、美味しいって言って食べてくれるかもしれない。ポリマーの色まんまじゃない？これ。待って、数値がやばい。体力がマイナス5169。オーバーキル入る、これ。